はい、野口です。伊藤健太郎の不起訴処分について思ったのは、まあ国民感情からしたらね、もう甘いの一言ですよね。ただその向こう被害者のね方とね時短も成立してますから、今日ねちょっと僕ね、まあゴルフ場来てます。ほんとね、しばらく行ってちょっとね、このまあいろんなね、もうね声が聞こえてきます。だから伊藤健太郎、まあ昨年まあ僕これね動画上げましたけど、彼がやったことというのは結局ね、やっぱり許されることじゃないですよね。うん、だけどもうそこはね、やっぱ相当のお金が動いて、やっぱ不起訴処分になったと。だからこれについて思ったのは、うん、まあ今後ねしっかり反省してですね、欲しいなって思いましたね。すごいですね。皆さん見えますか？ここね、ちょっと行ったら桜がね、桜見えますか？結構綺麗なんですよ、ここ。もう見て、辺り一面。まあゴルフできるところですからね、芝がね、すごい綺麗なんですよ。まあ要するに、まあそういうふうに思いましたね。うん。ちょっと歌を歌いたくなってきたので、いつもの歌を歌います。ちょっと待ってよあなた、私たちはどうなるの、空はこんなに晴れて浮雲が流れてるだけ、浮雲が流れてるだけ。はい、どうもご視聴ありがとうございました。